先月の完全失業率は 2.9% で、4月に比べ 0.3 ポイント悪化しました。悪化は3ヶ月連続です。総務省によりますと、勤め先や事業の都合による離職が12万人増加するなど、失業者数は去年の5月に比べ33万人増加しました。完全失業者は198万人と200万人に迫り、新型コロナウイルスの影響による雇用情勢の悪化が顕著となっています。総務省は緊急事態宣言が解除され、経済活動が動き出した6月の雇用情勢を注視したいとコメントしています。